YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。フレックスハイエース南大阪店営業の榊原です。今回ご紹介していくお車はこちらです。新車ハイエースワゴン GL ガソリン4駆のお車で、ベースシートのお車入庫いたしましたのでご紹介させていただきます。はい、まずこちらのお車ですね、7型新型になりますので、こちらフォグランプの形状が少し変わって LED 化になったのと、インテリジェントクリアランスソナー、こちら前はメーカーオプションだったんですけど、この7型から標準装備になりました。はい、続きましてこちらですね、トヨタセーフティーフェンスとパノラミックビューモニターもついております。カスタム内容なんですが、こちらフレックスオリジナルのデルフィーノラインのフロントリップスポイラーついてます。はい、でこちらのガッツミラーですね、ボディカラーのパールホワイトと同色のペイントをしてこちら取り付けております。こちらのお車なんですけど、車高の方が1インチロードダウンしております。なので通常のお車より約 2.5 センチほど車高が低くなっております。はい、で続いてこちらのオーバーフェンダーですね、こちらもフレックスオリジナルのデルフィーノラインオーバーフェンダーついておりまして、こちらつけることによって 25mm の、 幅がありますので、それだけ下がってるっていう視覚効果が得られます。続きまして足回りですね、こちらグッドイヤーナスカータイヤに、こちらフレックスオリジナルカラーのバルベロディープス17インチインストールしております。はい、続いて後ろのご説明させていただきます。まず上から、こちらデジタルインナーミラーです。で今回こちらの方、テールランプは標準のノーマルのテールランプになっております。で続いて下ですね、インテリジェントクリアランスソナーがリアにも4点ついてます。でもちろんこちらにバックカメラも装着済みです。はい、今回ワゴンなんでそのまま横の方行きます。はい、でこちらの方が片側のパワースライドドアとなっております。内装はこちら一旦ご覧ください。はい、でこちらのお車は今回ベースシートになりますので、 前に向かって224の2列目から224の乗車座席となっております。でこちらなんですけど、フレックスオリジナルの新品のシートカバー全席装着しているので、すごくスタイリッシュになっております。でこちらですね、フットパネルもありますので、これあるとないので大きく違います。でカロッツェリアのフリップダウンモニターもついてます。はい、続いて運転席周りご説明させていただきます。まずこちらカロッツェリアの7インチナビです。はい、でバックに入れていただきますと、右側がバックカメラの映像で、左側が360度のパノラミックビューモニターですね。今ちょっと後ろが近いのでピーピーってなってるのが、こちらインテリジェントクリアランスソナーになります。でこちらのナビ周りであったり、こちらの部分ですね、インテリアパネルキット装着しております。こちらもフレックスオリジナルです。すごく高級感でかっこいいです。続きましてこちらの方がデジタルインナーミラーですね。
後ろに荷物が乗ってたりしてもここにカメラが後ろにあるので鮮明に見えることができます。でここ押してもらうと通常のミラーでも使っていただけます。はい、で続きましてこちら助手席のエアバッグとこちら AC100V コンセントも装着済みになってます。で見えにくいと思うんですけどこちら ETC もちゃんと装備しております。ありがとうございました。